はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト3に続けやっていきたいと思います。前回ね、これね、星の紋章、太陽と星ね。まあ、ちょっとね、やらかしたんだけど、まあ、いいでしょ。はい、ということで、これなんだっけ？テパか。テパに行けてたね、そうだね、そうだ。テパとデルポンダル。どっち先の方がいいんだろう。デルポンダル、どっちなんだろうな。あんまオート戦闘に頼らずっていうのがね、まあ、前回の教訓だったっていうか、まあオート戦闘の方がうまくいったって時もあったけど、そればっかりは分からん。正直この上にテパってのがあって、まあ、そこ行こうか。そしたらクエストを受けれるもんね。でデルコンダル行けばいいかな。まあ順番どっち先とかあるでしょうけど、こっちの方が難しくなかったっけな。まあいいや。星の紋章ってあそこだったっけ？また、ここなんだけど、あれ？あったあったあった。この入り組んだところだよね。こっからか？そんなまともに戦ってたくないもん。すげえよね、マヒャド切りで3しかいかないのにさ、石投げて33くらいあるからね。どういう防御で、どんな防御してんだか気になるよね。ここは、どっちだ。毒にしてタナトスハントだね。さて、こっちなのかどうなのか。敵強くなかったっけ？はぐれメタル。まあ、周り邪魔だね。逃げるし。魔人斬りとか覚えないかな。お、イガソード、やっぱレベル50最高か、これもしかして。イガソード覚えたね。ドラケ4の勇者が使えるやつ。ギガスラッシュとかじゃなくてね、ギガソードは1体にギガスラのダメージみたいな。ダメ、そんないく。バリードインドだ。このうち使うと思うので。オート戦闘だと早いよね。むしろ消費多くてもいいから、ヒャダルコでもいいよ。モーション長いからあれ。なあこれ、なんかエンカウント率高くね。
ローズがね、ブーメラン投げればいいんで。あったあった。やべえ。ギガソード。こんぐらいちょっと。ああ、でもそんなもんか。ああ、まあ、そりゃそうだね。さすがに300とかいったらやばいもんね。何に魔法トーン使ってきたの？やばい。エリミネーターのエミリー。あれ？あ、あ、いけるよね。あ、豪傑グマが出てきた。バーサーカーとかいるよね、確かここ。バーサーカー見たいんだけど。まあ、グリズリーとダースリカントいいんだろうな、じゃあな。そこ？ポイズンだが、タナトさんといいよね。ダメージ。6倍とかいかないよね、さすがに。倒したね。なんだこれ、ちょっと置いてから歩いた方がいいのかな。お、いいね。乱数的なね。数みたいだね。3個。だからさ、これ便利なのかさ、レミラーマンもあるんだけど、ここでローズで使うとさ、カーソルがもうレミラーマンのところにあるじゃん、このアイリンだと。テパの村へようこそ。あの色の横にありそう。ない。あの色の中なんかありそうだな。この村には羽衣作りの名人、ドン・ガーデじゃない。ドン・モハメ殿がいると聞いてきたんだが、かなり気難しくて気に入った道具と材料がないと仕事を気抜けないらしいぞ。だから雨露の糸とかどこにあるの？ドラゴンの角なんかない感じだったよね。壺じゃないところにもありそうだからね。商人仲間の噂では満月の塔に月のかけらという不思議な石があるそうですよ。でも一体その石にはどんな力が秘められてるんでしょうね。うん、気になる。満月の27,000。さてどうしようかな。さてどうしようかな。ハヤブサの剣、ハカブサになるのかな。三日の盾。下がるけどね。よし。旅の人どうか聞いてください。ラゴスという小僧がこの村から大切な水門の鍵を奪っていったのです。あの鍵がなければ二度と水門を開くことができないでしょう。お願いです。ラゴスを捕まえてください。ここ、まあ、いいや。私はジーナ、うちの宿を送ったらどこへ行ったのかしら。また水門の先で飲んだくれてるのかしら。プンプン。あ、壺普通にあんだ、後ろに。先生に何か作ってもらいたいなら普通の材料見せてもダメよ。そうね、雨露の糸とか聖なる織機とかそれくらい珍しいものじゃないとね。
負けたらあかん、負けず嫌いだ。わしはドン・モハメ、この村で隠居する者、わしに何か用か、いいえ。そうじゃろう、ならば帰ってくれ。悪いがわしの方はそなたたち用はない、帰ってくれ。もう一つ五文字頭に浮かんで、クソじじいって。まあ気難しいですね。お、ここは僕とスラ太郎くんの、あ、秘密基地なんだ、すごいだろう。警察そう思ってるかい、いいえ。なんだ、あ、ああなるほど、ザハンの神殿、それで入れんのね。なんか地球のへそみたいだね。消え去りそう。ちょっと待って、水門を開けよ。さすれば乾ききた川にも流れが戻るであろう。もうおじいちゃんたらこれしか言わないの、一体どうしちゃったんかしら。もうボケたな。消え去りそう、売ってる？売ってないな。ここのクエストをちょっとやりたいよね。お金あんないっぱいあったのになくなったね。ドラゴンキラーとか売ってたね。まあ、せっかく妖精の剣取ったばっかりだからね。海のラゴスのやつめ、私の足がもう少し早ければ海を逃がしはしなかったもの。わんわんわん。あの壺の中だろう、多分。あ、ちょっと待って、あそこの壺ってどうやって行くの？え、あれどうやって行くの？え、違う、あれ、え、どこだ、どっか切らんっていうよね、多分ね。え、水取った、あと1個あるもんね。あ、よかった、こんな広かったの。あ、やっぱり。うわ、ジーナ、俺が悪かった、許してくれ。うん、ジーナじゃないのか。いいか、俺がここにいるって内緒だぜ。いいえ。そこをなんとか頼む、いいえ。グッタ、だが俺も、はい。ちょっと待って。これなんかあったな。なんかあったのかな、イベント。気になるもんいっぱいあるじゃんね。まあレベルを上げて、あ、レベル上げてじゃないや、セーブして、ね、1番にセーブさせていただきましてね。ここに行って、あ、テパのクエストだね。スラトロ、テパにいるんだ。もう一つなんかゾンビマスターって言ったよね。どこにいるんだそれ。俺のわけにはいかねえっつったよね。あれは、なんなん、戦ったりできんのあれ。はい。え、その帽子だよ、あれ、え、何？ちょ、待って。何を渡した？とんがり帽子か。え、装備しなかったっけ？あんた自分装備してるの渡してどうすんだよ。まあいいや。その、待て。それは、てな、魔導士のローブ取った？すげえな。
あ、やった。何音か、はい、ダメなのか。はい。この、いや、これ、セラミスユーで頼むね。いえ。なんてやつだ、さては酔っ払いだと思って引く。何がいけないってんだ。ちょっとここで酒飲んでただけじゃねえか、引く。ちょっとだけ内緒にしてくれって言ってな、いいだろうな。いえ。そうかい、分かって、もういいぜ。勝手にしやがれ。畜生、焼け酒だってグビグビ。あんた結構ひねくれ、あやっちゃったやってしまった。ひねくれ者になっちゃった。ああ、そうか、そういう感じか。あー、まあいいや。ひねくれ者で。優しい人ってどこになれたっけ。ルプガナかな、待って待って。カラジマンとかさ、あ、まじ、モフカンの毛。ヘビメタリング。あれ何になったっけ。ヘビメタリングとかあったよな。一匹狼とか何だったっけ。あ、一匹狼の方がいいかも。ステータス上がりやすいよね、確かね。何しに来たっけ、ここ。あ、そうか、優しい人になるってきたんだ。あ、でもいいや。どっちみちもう一個、クエスト。テーパ、村の近くに死者を呼ぶ悪しき者がいる。満月の塔に隠れているそうでな、ちょっと面倒な依頼かもしれん。あー、そっか、満月の塔行かなくちゃないのか。記憶のかけら。あー、ペルポイだ。まあ、ちょっとね、受けられるっちゃ受けられるんだけど、満月の塔行ってないからね。だ、そこで手に入れなくちゃ。とりあえず、ネオ優しい人にしよう。優しい人、結構ステータス高かったような気がするんだけどね。ここじゃなかったっけ？違ったっけ？ロマンチストか。まあ、ロマンチストでもいいや。でもまあ、一匹狼ですからね。一匹狼、ステータス上がりやすいよ、確か。どこだっけ。テパ行ったね。だから、オリキ。アマツイの糸ってどこへ手に入るの。まあ、あと世界回るか。テルコンダル行こうか。じゃあ次回ね。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。まあ、いろんな手に入ったけど、まあ、そろそろローズも違うのに変えたいかな。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。